どうも皆さん、こんにちは。私もついにですね、時流に乗って米山隆一オフィシャル YouTube チャンネル、その名も米ちゃん、解説いたします。これから週数本アップしてまいりますので、ぜひ皆さんご視聴いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日はですね、月刊花田にですね、まあ、安倍総理が反日の人がオリンピックに反対しているっていう対談の中でそうおっしゃられたんですけれども、そのことについてお話しさせていただきたいと思います。で、まあ、事実関係なんですけれども、これ月刊花田っていうですね、まあ、割かしかなり保守的なことで知られている月刊誌がございまして、この中で安倍さんと、まあ、桜井よし子さん、まあ、長岡出身ですけどね、桜井よし子さんが、まあ、対談形式の、まあ、記事を出されたと。で、その中でですね、まあ、安倍さんこうおっしゃってるんですね。まず桜井さんこう言ってます。ところが野党は来日した外国人が日本で感染して帰国してからその国が感染が拡大する心配があるとまで批判しています。菅政権を引きずり下ろすために五輪を政治利用していると言わざるを得ません。まあ、これは桜井さんがまず言うわけです。で、そうすると安倍さんがこれに答えてですね、極めて政治的な意図を感じざるを得ませんね。彼らは日本でオリンピックが成功することに不快感を持っているのではないか。共産党に代表されるように歴史認識などにおいても一部から反日的ではないかと批判されている人たちが今回の開催に強く反対しています。朝日新聞なども明確に反対を表明しました。で、こう言ってるわけですよ。まあ、こう言ってるわけです。で、まあ、まあ、ね、おっしゃってるもんですからね。で、これについてその毎日新聞といろんなマスコミで安倍前総理が反日的な人が五輪開催に強く反対しているっていう記事を載せたわけです。まあ、その通りじゃないですか。で、これに対してですね、私がオリンピック開催に反対しただけで、前総理にして自民党の重鎮の安倍氏が、国民を反日扱いです。あまりにありえないことだと思います。トランプ氏によってアメリカ共和党が排他的国粋主義政党化しているように、自民党も排他的国粋主義政党への道を歩んでいるかのようです。って書いたんですよ、ツイッター。で、これ書いたらですね、これ6545件もリツイート、現在でね、今、7月8日16時現在で6545件もリツイートされてました。で、そこまではまあそんなに驚かないんですけれども、これ驚いたのがですね、なんとその後月刊花田さん、月刊花田さんその雑誌社がですね、なんとこういうツイートをしました。志位和夫さん、小沢一郎さん、山口二郎さん、鳥越俊太郎さん、米山隆一さんおなじみの面々が猛抗議していますが、毎日新聞の見出し、引用記事だけで批判しているとしたら、政治家、大学教授、ジャーナリスト、失格です。まさかとは思いますかって、なんと私、小沢さんと、C さん、小沢さん、山口さん、山口二郎さん、鳥越さんと並んで米山さん並べてくれるんですねっていうのは、ちょっとむしろ光栄なんですよね、光栄なんです。で、ただこれ、私、ちゃんとですね、私、こういう批判するときはちゃんと全文読むっていう主義でございまして、Kindle 版でございますが、ちゃんと花田買ってますんでね、私ちょっと恩師の読者なんですけどっていうね、ちゃんと売り上げに講演してるんですけどっていうことでお話しさせていただいて、またツイートしております。で、これ何を言いたいかなんですけど、まあ、そもそもこれ安倍さんがまあ、それは言い方としては、いや、野党とか朝日新聞が反日な人が強く反対してるんだって言ってるわけです。で、それは確かに理屈としては、もしかしたら反日じゃない人も反対してるかもしれんっていう含みは残ってるわけです。それはね、それはそうかもしれん。でも、ね、もしそうだとしたら、それは反日じゃない人の反対してるわけだから、そっち取り上げなきゃいかんわけですよ。で、わざわざ反日の人が反対してるんだって言ってるってことは、それは反日じゃない人は反対、強く反対してないですよっていうことを、まあ、暗に言ってるわけですよね。で、逆に、それをじゃあ、逆に言うと、反日じゃない人は強く反対してないですっていうのを、ちょっと論理学でね、思い出していただきたい。大学とかで高校で習ったのを思い出していただきたいんですけど、その待遇を取るとね、待遇を取ると、それは反対している人は反日だになるんですよ。だからこれ結局、それはぼやっと言い方してますけど、安倍さんも桜井さんも、結局反対している人は反日ですよって言ってるんです、これ、実はね。で、その月刊花田さんだってそれ分かってて、そう言ってるんです。で、そういうのは、まあ、そもそもなんていうか、そういうふうにぼやっと言ってるから関係ないとかっていうのは、ちょっと、まあ、主張としてかっこ悪い。あなたちゃんと
そう、それを示唆して言ってるんだから認めたらどうですかって、まあ、私まず思います。ね、認めた上でね、それはちょっとそんなあの主張を、そら極端な人が言うのは、まあ、主張としては自由ですけど、そら民主主義政治家言っちゃいかんですよ。で、これを言った瞬間に、それはもうその方は民主主義政治家じゃないし、でこういう主張を、まあ、是認している政党っていうのはもはや民主主義政党じゃないと思いますけどね。やっぱりそれは何て言いますか、賛成するのも反対するのも自由であって、でその議論の末に物事を決めていくって、それが民主主義なわけですよ。でなんか国の政治、あの政策に対して反対したら反日だとかって言うんだったら、それはもう何て言いますかね、強権的な、もうあの国粋主義的って言いますか、独裁的なその政治を、まあ、目指してるんだっていうことになっちゃうんだと思うんですね。で私はもう本当にこういうあり方っていうのには強く、まあ、警鐘を鳴らしたいし、まあ、あのそういうあの政治を、まあ、このまま放置しちゃいけないというふうに思います。ただね、ただなんですけれども、じゃあどうするかって話だと思うんですよ。で、まあ、まず一つとしては、それは批判、あの正々堂々批判すべきだと思うんです。でよくあの批判ばっかりとか言う人いるんですけど、いや批判でいいんですよ。あの野党の役割って言いますか、あの批判を許すのが民主主義ですからね。だからまず正々堂々と批判する。でその上で、でもこれをそのままにさせない、それはやっぱり選挙であの勝っていくってことだと思うんです。で堂々と批判しながら、やっぱりこういうことを言う政党は負けるんだと、でこういうことを批判する政党や候補者が勝つんだってことをですね、作っていくのが大事なんだろうと思います。ですので、まあ、あの花田さんはね、からご指名いただいたのは光栄、むしろ私光栄なんですけど、それには堂々と反論しながらですね、まあ、堂々とあの頑張っていきたいと思いますので、ぜひあのご声援いただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。はい、それではムネちゃんチャンネル登録よろしくお願いいたします。